にもこいつもバカで話になんねえんだと。白ひげの息子たちは白ひげ海賊団だけだって。ゴータン、ゴータン、世界最強の海賊白ひげの血を引いた実の息子はお前だけなんだよ。うんうん、で、あたしは白ひげが愛した女。あれをご覧。え、鏡か。違うよ、白ひげの写真だよ。不死鳥マルコをはじめとする白ひげ海賊団の残党ども探し出すのさ。そしてぶっ取るんだよ。どうしたんだ、カータン。ドフラミンゴがやられたよ。あいつだ、ガープの孫だね。でね、締めに行く。支部会、エドワード・ウィーブルです。白ひげ参加の船長たちはこれで何人やられたんだい。16人目です。奴の通った後はいつも民間人への被害が甚大で、支部会とてこれに目をつぶっていていいものか。困ったね。奴は海賊として圧倒的に強い。まるで本当に白ひげの若い頃のように。そういや、今七部会のウィーブルってやつが親父の実の息子と名乗り、白ひげゆかりの奴らを襲ってる。ゴータン、ゴータン、おで白ひげの息子だよな、しげ白石。そうだよ、あんた世界最強の海賊白ひげの血を引いた実の息子はお前だけなんだよ。うんうん、それであたしは白ひげが愛した女。おお、ありゃほんまか。男女のことだ、なんとも言えねえが、どうも遺産目当てらしいな。ないと言っても信じねえだろうし。いや、俺もここもやがて狙われるだろうよい。なるほど、そら離れられんにゃ。ウィーブルの母親バッキンは元海賊だ。30何年前か40年近く前に親父と同じ船に乗ってはいたはずだ。では守るべき形見かもしれんの。そういう態度じゃねえだろうよい。じゃあの、にゃん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 。